消毒よろしいですか？しました。はい、ありがとうございます。手首失礼します。ありがとうございます。試してみたいです。一回もない。一回も釣り人すごいですね今日ね。なのに潮の流れはなんか今日流し潮かな。あ、そうですね。ああ、なるほど。ヒノキのムクなんですか。越後の看板屋さんです。いらっしゃいませ。すいません、このさつま揚げ、はい、20枚入りお願いします。はい、お願いします。ではこちらが1600円でございます。はい、はい、失礼します。YouTube でなんかいろいろ見てもそうなんです。ああ、そうですか。いろんな YouTuber さんの動画を見てますね。荒れた放置された田んぼをですね、手作業で再生しまして、そこで無農薬無肥料天日干し全て自然農法でお米を作りまして、それでお酒を作るというプロジェクトで、この包装紙がですね、あそこに貼ってありますけれども、明治25年の大磯の地図、郷土資料館に原画があるんですけど、それに色をつけまして包装紙として当店ではこれを使ってます。昔は若いんだけれども、古株ってことです。そうなんですね。結構深いんですか、この辺は。深いです。深い。ああ、そうですか。はい、すいません。ごちそうさまでした。ありがとうございます。